チャーリーをオフローに注意したホールディングクリンチャー反則です。日本対中国7対7全面対抗戦、大将戦、これまで3勝同士、勝った方が、勝った方の国が勝利となります。放送席は石川直樹さん、浦部博隆選手、アルコ&ピースの平子祐希さんです。お三方、改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、第1ラウンドが始まりました。サウスポースタイル、青のグローブ日本の大将浦部晃也、赤のグローブオーソドックススタイル中州、左のパンチで入っていくのは浦部晃也。まずは廣高選手に伺いましょう。もうレベル違うな、もう最初で分かっちゃいましたもん。勝って当たり前です、これは。でこれ勝って当たり前なんですよ、うん、で成績見て もうレベルが違うんですよ。ウェールと比べてもだいぶ格下の選手なんですよ、はい、で晃也が やらなきゃいけないことって、復帰戦でどんなパフォーマンスを見せるかなんですよ。みんなそれ期待してるんで、勝つは当たり前ですよ、これは。はい、その兄平高選手からの言葉、平高選手、当然それは浦部も分かっているのかもしれません。荒野の方も、うん、この頭の中にそれあるのかもしれませんね。ダウンだ、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 浦部がダウン、浦部荒野がダウン、合わされちゃいましたね。セブン、立ち上がった、立ち上がった、ワンワンか、勝者、うわ、こういうことなんのか、これ試合僕は第2試合は1ラウンド55秒、なんだろう、1ラウンド55秒、一回ちょっといい、ちょっと一回覚悟したらもうね、やめときかもしれないですね、正直言うと。もうやめてもいいかもしれない、荒野は。いやでも本当に廣高選手がね、もう断言してくれたんで、これはもう勝って当然だ、レベルが違うって言ったから、今視聴者の皆さんも、うん、信じられない、信じられないですよ。右、うわこんなことが起こるのか。あのね、見えてればね、立てるんですよ。どんなパンチでも見えてるパンチで立てるんですよ。見えないパンチで立てないんですよ。だからちょっと見えてなかったかもしれないですね、うん、ちょっとカウンター気味ですもんね。荒野君が右フック出したところに、うん、右のクロス気味のが、あもうね、もしかしたら気に入ってたのかもしれないですね。気持ちがファイターじゃないです、これじゃ。今何を思うか、浦部晃也。ダメだよ、ここで負けちゃう。兄、廣高選手からのその言葉、復活するはずのリングでした。いやでもこのね、廣高選手の厳しい言葉っていうのは、本当に兄弟だからこそ、同じチームだからこそじゃないと言えない言葉な気がしますね、はい、僕はもう本当にね、これからどういう風に観察して観察してとどめを刺すかっていう段階を踏んでるところだと思ってたんで、はい、でも廣高選手もそうだと思ってたと思うんですけどね。この表情、あっという間にリングを去ります、浦部晃也。なんかね、調子が良すぎて、はい、それが怖いって言ってたんですよ。いや、もしかしたら調子が良すぎてちょっと油断した可能性もありますよね。ずっと絶好調だったと。もうね、何の不安もなかったんですよ、練習から。全部調子良すぎて、そういう時こそやっぱ気をつけなきゃいけないのかもしれないな。でもワンツーと蹴りがすごく走ってて、これは乗ってるなって思った瞬間に、いやもう平子さん、本当にもうちょっと言葉出なかったですね。これは何が起こったのか一瞬理解できないくらい、でもそれだけ走ってたんですよね。はい、中守愛もおそらく狙ってないパンチ、自然に出たパンチだったからこそ、荒野選手も見えなかったんだろうけどな。この試合の結果をもちまして、日本対中国7対7全面対抗戦は中国の4勝3敗、3回目のこのクラッシュでの悔しいな対戦は中国が2勝1敗と日本に対してリードを奪う形となりました。廣高選手、もうちょっと、いや悔しいですよ、悔しいですね、言葉が出ないですよ、悔しすぎて。なんと残酷なリングなのか、石川さん、これがでも戦いなのかもしれませんね。そうですね、いや、いや本当にね、はい、試合前の映像を見てても、うん、本当にそのまんまコメントの通り1ラウンド目のゴングの動きだったし、そうですね、勝負の世界です。
今リング中央中村プロデューサーの横でがっくりとうなだれる浦部光也。僕ね思うんですよ、パウンド4パウンドってあるじゃないですか、はい、こう階級関係なく誰が一番こう最高の選手かみたいな、僕踊ってながらね、あの光也が一番だと思ってるんですよ僕は。光也ほどのテクニック持ってる選手はいないです、滝と、はい、もう本当によく考えてるし、だから負けることなんかありえないと思ってるんですよ、気持ちの部分で負けることはありえると思うんですよ、例えば同門対決と か、 だかそれ以外では一切負けることはありえないと思ってるんで、いや悔しいな、まあ、ああいうミスをする選手ではないと、ミスする選手ではないです、周日双方运动员为大家奉献了一场非常非常精彩的比赛。今日の試合振り返って、中日両国の選手素晴らしいファイトを見せてくれたと思います。在这里，我首先要感谢我们中日双方所有的运动员，他们的努力和拼搏，为让我们享受到自由搏击的快乐。中国を代表しまして、中日両国の選手、そしてファンの皆さんに、お礼を申し上げたいと思います。这场比赛的结果 我很满意，但是呢，日本选手的技术非常好。通过这场比赛，我们又学到了很多的东西。もちろん本日の試合の結果に落ち込んでるじゃないですか、みんな。だからやっぱこう、チームで望んだんだなと思いますよね。みんなジムは違いますから。そうですね。本当中国の本気度も当たり前です。日本の本気度も当たり前だったから、やっぱり対照戦に委ねられるっていう場面で、こういうね、いい試合で負けたじゃなくて、衝撃的な KO だったから、なおさら。なんかこの衝撃っていうのはなんか、あの石川さんと狂言竹内さんみたいな、なんか衝撃ありますよね。うわマジかみたいな、ね、もう10年も前の話をするに出しても嬉しいけど、うん、こんな決着か、うん、でもね本当にそういう戦いの神様っていうのは僕本当にいると思ってるんですよ、リングの上には。それがどっちに微笑むのかっていうのがね、時に奇跡のような。そして中村プロデューサーからのお言葉です。中国のファイターの皆さん、そして日本のファイターの皆さん、本当にありがとうございました。今回対抗戦、4勝3敗で、中国チームが勝利という形になって、本当に対抗戦として素晴らしい試合を見せられたと思いますし、まあ、中国人選手の強さというのも改めて、感じました。こういった形で日本と中国のファイターが戦って、お互いのレベルが上がっていって、そしてあの素晴らしいこういった、イベントを、日本と中国で開催できれば、これからまたいい関係が築いていけるんじゃないかなと思っております。まあ、ただやっぱり日本チームとしては非常に悔しい結果に終わったので、またどこかで、グリーンフチームには、リベンジしたいなと思いました。本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより全選手のフォトセッションを行います。中国ブリンフーの幽霊プロデューサー、そして日本のクラッシュ中村匠プロデューサーから双方の言葉がありました。まあ、改めまして、まあ、廣高選手、まあ、本当にもうちょっと信じられない大会の幕切れとなってしまいましたけれども、はい、まあ、ただまだまだという思いがあります。どうでしょうか。でもそうですね、いや、こんな今日はね、浦部光也じゃなかったんだなっていうというような、うそれだけの衝撃でしたね。さて、アルコ&ピースの平子由紀さん、はい、大会全体振り返っていかがでしょうか。僕は一ファンなんで、もう無責任に何でも言える立場なんでこんな風に言いますけども、主人公がね、ヒーローになる直前って必ずこういうこと起こるじゃないですか。一回谷があって、もうヒーローになるためのお膳立てとすら僕思ってます今日は、うん、ファンはそれを期待していると。はい、もちろんです。ファンである平子さんは、
さて、まあ、対抗戦自体はこの中国の強さというのを石川さん改めて感じましたね、はい、そうですね本当に、うん、あの中国が、はいあのね、今日の解説の途中でも出たけどオールドスタイルじゃなくなってますよね、はい、もう昔の、ね、カンフーだとか中国拳法じゃなくてもちゃんと今、うん、グローバルスタンダードがもう K1 のリング K1 のルールなんだっていうのは本当に知らしめられてて、はい、中国っていう国はいろんな意味で今実力をつけてるんだなというのがすごく印象に残りましたね、はいはい、さて次回の K1 クラッシュファイト104は来月31日の土曜日です。 K1 クラッシュファイトスーパーライト級のタイトルマッチ、王者鈴木隼人対挑戦者相田康臣、そして初代 K1 クラッシュファイトクルーザー級王座決定トーナメント決勝戦、ケージ対ルインが用意されています。放送の解説石川直樹さん、浦部博隆選手、そしてアルコ&ピースの平子祐希さんでした。お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。物販エリアにおいて対象商品を2000人以上ご購入いただきました方を対象に久村修平選手と